させていただいて、今日やらないんですけど絆という曲なんですけど、はい、そうですね、今日やらないんですよね。なんでやらないでしょうね、はい、そうなんですよ、去年、今年で音楽活動して4年目になります。そうですね、はい、短いんですよ。そんなにね、若くもないんですけど短いんです、はい、では次の曲も、そうそうってかロッツさん、はい、では次の曲もオリジナル曲なんですけど、タイトルさよならという曲をお送りしたいと思います。この曲は自分の嫌な気持ちにさよならしたくて作りました。はい、では見てください。はい、水戸さん大丈夫ですか？まだ見当たらないみたいです。はい、ありました。はい、では1、2、3